アメリカのボストンのハーバード大学の公衆衛生大学院というところで今やっているグローバルヘルス国際保険というものを勉強に行きました。僕はもともと医者なんですけれども、僕の先生がアメリカの研修臨床研修をして、その先生に影響を受けて、ぜひ考え方を広げるとか多様性を身につけるにはやっぱアメリカに行った方がいいということで行きました。得たものはやっぱりまず一つは本当に自分がやりたいことを追求していいのと、それからやっぱりいろんな考えを持った人を尊重する、やっぱり多様性を認めるということと、それからやっぱりみんな一生懸命考えて議論してやっぱりいいものを出していくというか、本当に今世の中に必要な考え方とか行動の在り方というのを本当に学んだなと。もちろんその勉強もしましたけど、それ以上にそういう世界の仲間がいろんな人が来てていろんな考え方があって、それでそれを尊重しながらお互いに議論してやっぱりいいところを出していくという、そういうこともあります。やはり教育とか大学とか高校も含めていろんな考えを学ぶにはやっぱりアメリカベストかなというふうに思います。